ルカチャンネルのショーです。昨日からですね、ネットが全然つながらなくなりました。というのもですね、今こちらのどんな時も Wi-Fi を使ってるんですけど、全部これで今やってるんですね。スマホはもちろん、パソコンも、あとプレステ4もこれなんですよ。そしたらですね、昨日 YouTube 見てたら、昼ぐらいからいきなり止まったんですよ、動画が。で、2月の下旬ぐらいから通信障害の問題がどんな時も Wi-Fi あって、まあその影響かどうか分かりませんけど、1日に最低1回はリセットをするんです。そうすると復活してたんですけど、昨日はもう全然復活しないし、速度を測るやつを試したんですけど、まあすごい数字が出るんですね。エルカチャンネル。ねえ、ツイッターで検索かけたら、もう昨日からっていうよりかは何日か前からそういうのが起きてるみたいで、まあ俺が昨日ね、昼からだったんですけど、みんな変わらない感じで全然動かないって言ってるんですね。エルカチャンネルで何回もリセットをかけて、最終的にあのここの横にあるこの初期化ボタンまで押したんですけど、全然変わらなくて、わあ、こっちに変えてまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないのに、どうしようって。でもその解約しようかななんて言ってる人たちもツイッターでちらほらいました。エルカチャンネル。ねえ、もう昨日は昼からずっと YouTube も見れず、 Wi-Fi を切った方が速度がめちゃくちゃ速くて、だからそれだとですね、今このスマホの毎月の設定が3ギガまでしか使えないようにしてるので、もう一瞬で終わるじゃないですか。なんでもう昨日は全然 YouTube 見れなくて、今朝も確認をしたんですけど、全然スピード変わらずで、で、ツイッターの方でもあんま変わらない内容だったんですけど、一人ですね、サイトの方で初期化をかけたら復活したみたいなことを書いてあるのがあったんですよ。あ、サイトねと思いまして、あの、データ量が確認できるサイトがあるんですよ。その、1台ずつに割り当てられた。で、そっち、ダメ元で、もうこっち本体ですることは、してるんで、ダメ元でそのサイトの方から初期化をかけたらですね、復活しましたスピードが戻りました。たまたまなのか良かったのかは定かじゃないんですけど、今普通に YouTube が待つこともなくスムーズに再生できました。噂ではですね、なんかどんな時も Wi-Fi1日10ギガ設定が設けられたんじゃないかとか、そんな話も出てたりするんですけど、なのでその10ギガを過ぎると24時間経つまでは低速とかいう話らしいんですよ。なんで今日やったそのサイトから初期化するやり方が良かったのかたまたまなのか、まあ、本当わかんないんですけど、復活しました。なのでですね、あの、同じことで困ってる人、昨日みたいなことがあった時は一度そのサイトから初期化してみるっていうのも手じゃないかなと思いまして、まあ、今後もですね、ちょっと検証していきたいなと。死活問題なんで
ですね。自分が快適に使えなくちゃ意味がないからですね。ちょっとまあそんな感じの動画でした。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。